ども、藤井の萌衣です。はい。今日なんですけども、オフパコのやり方についてご説明したいと思います。で、オフパコっていう言葉は皆さんね、よくネット上で見たり聞いたりするかなと思うんですけど、まあ、本当にオフパコなんてできるのか、夢物語なんじゃないかみたいな ふうに思われてる方も多いかなと思うんですけれど、結論ね、オフパコはできますね。はい。で、実際僕自身も経験はしたことがあって、まあそれまでちょっと半信半疑だったとこもあったんですけど、まあ実際できますと。まあしかもなんだろうね。お金の絡まないというか、まあそうですね。なんか、まあお金でやったらもう円高と一緒なので、そういったお互い興味本位でオフパコするみたいなことが実際にあり得るんだと。いうことをちょっとお話したいなと思ってます。まあただね、やり方も、まあ正しいステップを踏まないとできないと思うので、それについて解説したいなと思ってます。で、大きくまあ、成功法で攻めるパターンもあれば、まあちょっとグレーなというか、これおすすめ、決して推奨しないけど、ちょっと反則技的なものでも、オフパコにたどり着けることもあるので、ね、一応参考程度に ご説明したいなと思ってます。で、まず、成功法一つ目です。リプ攻めですね。で、これ、まあ、どういうことかというと、結構ね、裏垢女子とか見つけて、いきなり DM 送ってしまう人もいるかなと思うんですけど、DM でいきなり送ってもね、ちょっとね、女の子からしたら、ちょっと返す気にあんまりなんないのが現実ですよね。まあ実際ね、自分の立場になって考えてみていただきたいんですけど、まあ、もう顔も名前もわかんない人からいきなりエッチしようよみたいなことを、例えば自分が言われたとして、まあ男だったら、男が女から言われたら嬉しいかもしれないんですけど、自分が女の子側の立場だったとして、果たしてそれ受け入れられるかっていうと、ちょっとね、無理ですよね。しかも裏垢女子の子たちってめちゃくちゃそういう DM が届いているので、その中でね、一人、の人になるっていうのはなかなかハードルが高いですね。なので、基本的に女の子のつぶやきに対してリプを送ってあげましょう。で、そこで仲良くなっていって、まあ、向こうの中で認知ができてくれば、そこから DM を送って、ちょっと電話でもしないとか、今度会ってみないみたいな、そういったね、やり取りにつなげられるので、まずはリプで仲良くなっていきましょうというところですね。で、成功法の二つ目、青たがりです。はい。まあ、これ、まあ、どういうことかというと、まあ、要は、まだフォロワー数が多くないアカウントを狙っていった方がいいです。で、フォロワー数がね、もう多くなると、女の子ももうなんだろう、いろんな男から絡まれて、チヤホヤされて、かなり、結構ね、天狗になるじゃないですけど、なんだろうね、かなり上から物を見てくるようになるので、ここは、まだ新規で、日の目を見てないような裏垢女子を狙うといいです。まあ、具体的には、フォロワー数は100人以下ぐらいが基準になるかなと。まだ数十人ぐらいでひっそりとやっていて、で、まあ、自撮りとかもまだあんまり上げてない。1、2枚ぐらい上げてるぐらいの女の子を狙っていくといいんじゃないかなと。まあ、そこでちょっと一つ注意なのは、フォロワー数が少ないアカウント、男がなりすましてることがあるので、なんだろうな。このアプリで会えるよとか、何かしらそういううさんくささを感じたときは、その子はね、すぐ対象外にしていいと思います。はい。で、まあ、女の子であることが、まあ、濃厚で、まあ、かつフォロワーが少ない人っていうのを狙っていくといいかなというところです。で、三つ目、ラブ率チェックです。はい。これはどういうことかと言いますと、ハメ撮りとかなんていうかね、エッチな画像動画を上げてるアカウントってあると思うんですよ。男の子側でも、まあ女の子側でもいいんですけど。で、そのツイートに対していいねとかリツイートをしてる人を調べてみてください。で、これは先ほどの青たがりとも繋がってくるんですけど、まあその青たがりをしたいのはいいけど、じゃあどうやってまだ、日の目を浴びてない裏垢女子を見つけるんだっていうのもまた一つね、ハードルだと思うんですけど、こういうエッチなツイートに対して、今いいねとかしてる、いいね欄に、まあ、ふとね、紛れ込んでることがあるんですよ。まだ、フォロワー数が少ない裏垢女子が。なので、そこの欄を見て、探して、まあ、最初に言った、リプ攻めですね。リプライとかで仲良くなって、青たがりにつなげていってもらえればなと
いう感じですね。うん。まあね、よくな、なんだろう、仲良くなりた、なる方法とかは、ちょっと各々、それぞれ変わってくると思うんで、まあ、向こうのね、ツイートとかをチェックして、何に興味持ってるかとかを判断してあげて、自然と会話をつなげてあげればな、というふうに思います。で、ここから反則技です。決して推奨はしないですし、僕自身もそんなことはしてないんですが、まあ、こういうやり方もあるよというところ。で、まず一つ目が変わり身の術です。はい。これはね、その、裏垢女子になりすます方法ですね。うん。女の子を装って、まあ、ね、どっか拾ってきた画像とかを上げて、フォロワーを増やすと。うん。で、フォロワー数が一定以上何千とか1万とかいったタイミングで、しれっともうユーザー名とかアカウント名とかもすべて変えて、で、過去のツイートも削除して、さも、前から男だったかのように変わり身をするというところ。そうすると、あっという間に、フォロワー数が多い裏垢男子になれるので、そうするとね、やっぱりね、フォロワー数が多いとね、女の子側から依頼、オフパコしませんかとか、依頼が来たりしだしますし、うん。まあ、要はみんなから、フォローされてるすごい人みたいな、作詞資産って言ったりするんですけど、なんかすごい人なんだろうな、みたいな風に思わせることができるので、これは一つのアプローチかなと思います。で、二つ目、パクツイですね。うん。で、これはですね、まあ、要は、人の画像や動画を、まあ、無断で撮ってきて使うってことですね。まあ、これ完全にね、モラル的に NG なんですけど、まあ、やってる人はね、多分多いですよね。うん。で、まあ、例えば、よくあるというか、たまにね、見られるのが、その、AV の中の動画、一場面を切り取って、顔とかモザイクかけて、いかにも自分がこれ、撮ってますよ、みたいな感じで上げてる裏垢男子がいて、ちょっと炎上したりしたんですけど、そういう風にやって、まあ、良くないことだと思うんですけど、実際ね、フォロワーは伸びますよね。うん。これもまた作詞資産を作っていくっていうアプローチであるんですけど、そうやってフォロワー数を伸ばしていくっていうような方法が、まあ実際あるかなというところですね。で、三つ目。これマネーパワーです。で、これはね、まあ、もうお金投じていきますというところなんですけど、シンプルに。まあ、その主に二つあるかなというところで、まあ、フォロワーを買っていく。うん、フォロワーをね、販売しているサービスもあるので、で、そこでお金を投じてフォロワー数を無理やり増やすと。まあ、これ、注意なのは、完全にそのフォロワー外のフォロワーだけだと、いいねとか、リツイートがされないので、明らかにね、うさんくさくなります。うん。フォロワーが何千何万いるのに、全然いいねとかついてないとかなると、さすがにうさんくさいので、こればっかり至るのはダメですけど、まあ、ちょっと水増しするみたいな感じで、使うのは一つありかなと。フォロワーが多くすることによって、フォロワー数が実際増えていって、実際にね、伸びていくっていう、まあ、鶏が卵かみたいなとこありますけど、お金でそう、無理やりそういった力差をするのも一つありかな。で、あとは、出演依頼をする。まあ、裏垢女子でお金困ってることもね、あったりするんですよ。なんだろうな、ホストにハマっちゃっててお金が必要な女子とかが、お金、うん、まあ、素人エブみたいな感じですよね。お金出してくれれば、全然動画撮ってもらっていいですよみたいな子もいたりするので、そういう子にお金を渡してあげて、動画とか撮らせてもらって、で、それを使って、まあ、ハメ撮り動画とか上げたりしてフォロワー数を増やし、まあ、結果的に、作詞さんこれも作っていけるような形になるかなというところですね。はい。というのが、はい、ざっくりと、オフパコの仕方かなというところです。で、まとめると、まあ、ブルーオーシャンをしっかり見つけていきましょうと。うん。レッドオーシャンでね、勝負してもなかなか勝てないですし、もう、なんだろう、無造無造の男たちがそういう女の子には寄っていっているので、まだ見つかってない人をしっかり見つけましょうと。であとは、作詞資産を作る。なんかこの人すごそう、フォロワー多いから、絶対、なんだろうね、すごい人なんだろう、モテる人なんだろう、みたいな感じで。女の子はね、やっぱ人気、ものが好きというか、みんなに注目されているものが好きなので、そういった対象に無理やりになるというところがアプローチかなというふうに思っています。はい。以上ね、オフパコの仕方まとめております。具体的なね、アプローチ方法とかコミュニケーション仕方とか、また別の機会でもお話できたらなと思っています。はい。本日の動画は、はい、以上となります。面白いと思った方は、高評価で、チャンネル登録よろしくお願いします。本日もありがとうございました。